令和元年10月19日大阪鶴見緑地球技場にて 2019X リーグディビジョン3ベスト一緒のスーパースターズ対トライスターズの一戦が14時15分キックオフで予定されています。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側カラーネイビーのユニフォームが磯野スーパースターズ、奥側ホワイトのユニフォームがトライスターズです。磯野キックオフ、トライスターズリターンで試合が始まります。ポイントした結果、ホワイトのユニフォーム、トライスターズのリターン、ブルーのユニフォーム、磯野スーパースターズのキックオフで試合が開始されます。本日、10分の裏の選手が出てきました。そんな優勝だ。絶対負けはなしだ。それでは、いよいよキックオフです。トライスターズリターン。ここでトライスターズリターン2番ボールをファンブル、ファンブルをしたボールを抑えたのは磯野、その磯野43番がエンドゾーン持ち込みタッチダウン。磯野6点先制です。パス成功、ファーストキック成功、3点追加。磯野スーパースターズ10点、トライスターズ0点。クォーターバック59番オプションプレーから自らキープ。パス成功。QB サーク。QB サーク。パス成功。磯野ファーストダウン。9ミリサーク。ナイスラン、ファーストラン。試合時間残り2秒です。キッカー8番キック成功、3点獲得。トライスターズ3点、磯野スーパースターズ10点。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了しまして、磯野スーパースターズ10点、トライスターズ3点、磯野ワンタッチダウンリードで後半戦に移ります。磯野ファーストダウン。磯野ファーストダウン。
成功、ファーストダウン。パス成功。磯野タッチダウン。何枠49番、三度の中央突破。今度はトライスターズ陣を突き破り、エンドゾーン飛び込みタッチダウン。磯野6点獲得です。インターセプト。インターセプト。パス成功。ファースト。QB サーク。QB サーク。パス成功。ファースト。QB サーク。タッチダウン。タッチダウン。クォーターバック18番ハンドオフへから自らキープ、左オープンを駆け上がり独走体制になり、そのままエンドゾーン飛び込みタッチダウン。自らボールを持ちエンドゾーンまで駆け込み、磯野スーパースターズ6点獲得です。パス成功。ファースター。パス不成功。パス不成功。パスインコンプリート。エンドゾーンへ向けてのパスターゲット87番、しかしこのパスは通らず、パス不成功です。ここで試合時間がなくなりました。ここで試合終了です。試合終了となりまして、磯野スーパースターズ23点、トライスターズ3点で磯野スーパースターズの勝利となりました。第3節、本日の第2試合 A ブロック磯野スーパースターズ対トライスターズの試合は、ご覧いただきましたように23対3で磯野スーパースターズの勝利です。皆様、長時間にわたり激戦を戦い抜いた両チームの選手にもう一度勝利いたしました。磯野スーパースターズは来る11月4日月曜日祝日、布引グリーンスタジアムでクラブアイランズと対戦、キックオフは13時。一方トライスターズは11月9日土曜日、ここ鶴見緑地球技場にてリードフォートオールズと対戦が組まれています。キックオフは11時です。